やどうも動画に載ってちょっと始めて皆さんは朝あメガネがないメガネがないと思って大変だったことはありませんか？そんな時そう僕らが言えば解決。朝時間がない時にねメガネメガネって言って探して、ああここだふこの時間がもったいない、ここがもったいないんですよ。5分入ってくるわ。違う今ねこれ例えばですよ、これがねヒューン、ここ早く出なきゃいけないね、ここにある、届かない、そんな時あるでしょ。届くよ。じゃあ届かないの、これが届かない、もう一歩届かないってことじゃん。届いたとしてもこの時間は無駄。こう行って今こいつが取ったの、じゃあこう行ってこう行く時間こいつが取ったんだっけ。このこいつがこういった時間がなる。あ、濡れてる手が、これがね、もったいないんですよ、この時間が。俺らがザワ君にこのメガネをつけてあげたと思います。はい、皆さん、朝8時に起きてしまったと想定して、この2メートルぐらいの距離からね、やっていきましょう。待って、なんで朝8時に起きて僕が突っ立ってんの、これ。うるさい。いけー、下をくぐってちゃうよ。えいっ、あごめん、たまにあるんだよ、失敗が。たまにあるんだよ、申し訳ない。いや、もうスッて言うの。ほい、痛い。うん、なるほど。難しいな。あ、なんで。あ、おお。あ、こっから見る。二つ見ちゃう。これうざいんだよ。結構うざいのこれ。おや。あもう。こっからこういってかける。こう投げる。行って。行って。あ。完璧ですね。お、素晴らしい。メガネにあるまじき行為ですが。おおお、見えたもん。見えたね。で、お、お、す、え、待って、それ怖いんじゃない？ちょっとこれってゆうくん。いや、すって、なんでゆうくんになったの？す、だーい。一回やらせて、僕にも。性的に。身長が。うん。ちょっと待って、俺も食らう側の立場なんで一回練習しよう。ふざけてるよ、お前。おじゃん、練習ならんわ。まあ、こういう状態からやって、ふぅ、ふぅって。ああ、こういう。バカがこう。え？え？待って。え？でけでん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 でしかも、沢くんは自分のメガネだらけちゃダメって言うから撮影用に俺のメガネを使っていたのに、こんな事態に。いったー。あいっ、あーくそ。お、いけ、あ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 、いやー、うわぁ、あぁ、もうちょっと早起きすれば、もうちょっとこの辺からでもよかったと思うんですよ。え、なに遅く起きるのには道具行くんだと逃げてんの。7時半に起きてしまったとして、これやりましょう。よおぉ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 、え、できたんじゃないの。これじゃあ、ね、ガクガクいけないからね、これ。おお、確かに。はじく。いってー、いってー、ごめん。おお、これちょっとなんかあれだ、老眼鏡かけててちょっと近くが見えない教授みたいになってる。これじゃダメだ。ああ、ごめん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 
さすがに行きたいでしょ、これ。もうそういう顔でいいよ、もう。もうそういう顔やったやったやったということで、皆さん遅刻したときはぜひ我々に頼んでください。以上、メガネかけ屋でした。だって大事です。バイバイ。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録してや。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録してや。